はい、よろしくお願いします。今回6月の時事問題やっていきましょう。で、ニュースがまず3つです。上3つね。今いつも通りやってください。で、ここの2020-22の穴埋めはですね、オリンピックの開催予定地です。つまり来年2020年どこでありますか、22年どこでありますかっていうのを書いていってください。まあ、なんでこれ問題にしたのかは後ほど説明します。だからこれもニュースなんでね、一番4つのニュース、穴埋め7個がメインになってて、まあ、下に4つプチニュース足しておりますので、まあ、今回ね、こんな感じでやっていきます。なのでね、まず1回動画止めてもらって、ぜひね、チャレンジしてみてください。ほんじゃ、自分の方はね、まず1番、1つ目のニュースからやっていきましょう。で、これはまあ先週の話なので、特に関西圏の方はね、すごく印象に残ってるかと思います。日本が初めてね、議長国を務めた、ホニャララっていうのが大阪で開催されました。まあニュースでもかなりね、取り上げられてました。何かっていうと、アルファベットの G22 サミット、G20 サミットですね。これが大阪で開催されたと。で、これちゃんと書くと、主要20カ国地域首脳会議と言います。つまり20カ国、まあ、先進国が主にですけど、いろんな国のトップが集まった会議が大阪で開催されたと。で、ちなみにね、これまあトップが集まったこの G20 サミットは大阪だったんですけど、違う時期にですね、他の集まり、例えばこういう集まりでっていうのもいろんな日本の地域で開催されてました。まあ、主に今回まあテストに出るならこれかなと思って、まあ、こっちだけピックアップしていくんですけど、なのでまあ大阪この近辺に住んでた方は非常に交通規制とか大変だったと思います。バタバタしてたと思うんでね。まあトップが集まってるからまあしょうがないんだけど。で、一応内容というか一個まあ進展があったってことでまあ報道でされてるのが米中ですね。これ簡単に説明します。まあ頭の片隅にでも置いといてください。アメリカと中国です。アメリカと中国、非常にはちょっとうまくいってません。特に貿易絡みで、うまくいってない。まあ、いろいろあって、その関税かけるからな。じゃあこっちは関税かけるよ。みたいな。そういう言い合いになってしまって、まあ、貿易がどんどんこうね、できなくなっていく状況に陥ってたのね。まあ、でも今回その G20 サミットで、まあ、トランプさんとね、まあ、代表二人が話し合って、まあ、仲良くやってこいよみたいな感じに一応なったと言われてます。雰囲気としては。まあ、細かく言うとまあ、いろいろあるんですけど。なので、まあそういった面では、まあ貿易面はちょっと改善していくのではないかという、まあ、なんだろうな、その見通しが立ったという状況です。まあひとまずテストに関しては G20 サミットっていうのが大阪で開催されたっていうことは覚えておいてください。では、二つ目です。で、次は児童虐待の話ですね。まあ先月だけの話ではないですけど、我が子、自分の子供を、虐待して死なせるという事件が非常に多いですね。まあこれはもう今年だけじゃないです。ずっと多いんですが、もういたたまれないですね。本当に。もう、極刑してくれって思ってしまうんですけど、すいません、言い過ぎました。ではね、その児童の虐待防止があるんで政府が動きましたと。で、その虐待防止を強化するために法律を作ったんです。それは成立しましたと。で、それが、まず改正がつきます。改正、児童福祉法です。あ、つまり児童福祉法を改正したよってことなんだけど、改正児童福祉法っていうのは成立しましたと。で、これ、施行さん、スタートするのが来年2020年4月、ここスタートと言われております。で、今いろんな内容があるんですけど、まあ、これね、まあ、いろいろ意見が出てる。自分もあって思うことがちょっとあるんだけど、まあ、いろいろ、まあ、そう長くなるからね、そこは割愛するんですが、まあ、ざっくり言えば、もう、その、親であろうが、例えば子供に我が子に対して手を挙げて体罰を与えた場合、それも罰則されますよっていう。そういう感じになる。もちろん、必要だと思う。法律としては。こういうのがね、あって、それに対して、その罪を重くするって面ではいいとは思うんだけど、じゃあこれを作ったからといって、その今まで死んでしまったね、そういう親たちに響くのか、それが防げるのかっていうと、そこはまあ仕組みがまだ全然できてないからね。そう、児相とかの関係もそうなんだけど、なのでまあこれができたからといって、よし、じゃあこういうことがなくなっていくよねっていうふうには、まあすぐには改善していかないんですけどね。まあ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 、その一歩としてはまあいいのかなといった感じです。まあひとまずこれ長く話しちゃった。ひとまずは今回ね、改正児童福祉法っていうのが、まあ、虐待防止の強化っていうところを重きに置いた法律が成立して、2020年4月に施行されるっていうのを覚えておいてください。で、もう一個です。東南アジア諸国連合。これね、あえてちょっと漢字で書きましたけど、これ別問題ね。これは、まあ、中学社会でも出てくるので、これ、アルファベットでやると ASEAN ね。これ覚えておきましょう。
ASEAN。東南アジア諸国連合の首脳会議が、これもね、トップ、代表が集まった会議がタイで開かれましたと。で、そこでですね、ホニャララ宣言というのが採択されたんです。まず名前から行きましょう。採択されたのが、バンコク宣言です。これはタイのバンコクでね、開かれてたので、そのバンコク宣言というのがついたんですけど、まあ、内容としては、この時事問題でも結構ちょこちょこ取り上げてる、そのプラスチックの、問題ね、ゴミの問題です。で、海洋ゴミですね。それを、本当にもう世界的にもまずくなってる。本当にどん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 まずくなって危機感をみんなが持ってるところなんだけど、減らしていこうと、協力して減らしていこうねっていう宣言。それがバンコク宣言って言います。今回採択されました。で、ちょっと話が変わるんですが、確かミニストップだったかな？ミニストコンビニのね、ミニストップが一部地域からですけど、コンビニの袋を有料化しました。今試しで実装してるところなんですけど、みんな、まあみんなスーパー行くことあんまないよね。まあ お父さんお母さんに付き添いで行くことはあるかもしれないんですけど、コンビニの方が買い物するでしょ。みんなさ、コンビニでさ、マイバッグ持っていくことってほぼないと思うんだよね。少ないと思う。自分は、スーパー行くときは、もうマイバスケットって言って、その、自分のカゴ持って行って、袋もらわないんだよね。で、コンビニ買い物することあんまなくなっちゃったけど、できる限りもらわないようにしてるんだけど、やっぱりマイバスケットとかマイバッグ忘れちゃうんだよね、コンビニ行くときって。でも、やっぱりその、どんどんどん、特にコンビニが一番袋使うって、一番っていうかね、袋が出てく、その、あれだ、レジ袋ね、出てくとこなので、やっぱりそういった動きは大事かなと思います。結構ね、反発も出てるらしいんですけど、有料化に関して。いや、必要だと思う。だってマイバッグ持ってけば大事なんだもん、それできることなんだからね。とは思うんですが、またそれだよ。ごめん。まあ、ひとまずね、今回、ASEAN の首脳会議によって、バンコク宣言というのが採択されましたので、覚えておいてください。で、ラストですね、オリンピックの開催予定地です。これなんで今回、問題にしてるかっていうと、2026年、これが決まったんですよ。そう、ここだけ出してもよかったかなと思ったんですが、せっかくならちょっと全部やってほしいと思ってね、やっていきましょう。まあ、ここを当てて、2020年。2020年は、東京ですね。東京オリンピック。チケットがね、当選が出ましたね。自分ちょっと買ってなかったんであれでしたけど、自分の知り合い、ほぼみんな落ちてて、すごい嘆いてた。めちゃくちゃ倍率が良かったらしいね、これね。まあ、日本の東京オリンピックがこれ、2020年にあります。で、2022です。次ですね。これ、あれだよ。夏、夏冬だからね。だから2年ごとになってるんですが、東京の次が、中国の北京オリンピックです。北京であります。で、2024年、東京の次の夏ですね。夏季オリンピック。ここがフランスのパリです。パリでオリンピックが行われます。で、今回決まったのが2026年の冬季です。冬季オリンピックがイタリアのミラノですね。ミラノで行われます。で、あともう一個がちょっと長いんだよね。ミラノとコルティナ、忘れた。コルティナ。ダンペッツォですね。ミラノとコルティナ・ダンペッツォ。で、まあ、イタリアです。これが、2026年の冬に決まりましたと。で、今回ちょっと入らなかったんですが、一応2028の夏も決まってて、書いておこうか。2028。これアメリカのロサンゼルスです。ここまで決まってます。まあ、よかったら覚えておいてください。ということで、メインニュースはここまでです。では、サブニュースというか、プチニュースの方行っていきましょう。2058年。これ何かっていうとですね、2058年に、今の、予測ね、計算した予測で、2058年に日本の、人口が1億人、ごめん。詰まった。1億人を切ると。このままいくとね、少子高齢化続いてるから、2058年には1億人を切るだろうと言われてます。ちなみになんですけど、ちょっと書いていいか。その1年前の2057年、これ、世界的には人口が100億を突破すると言われてます。つまり、世界的な人口はどん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 増えていくのに、日本人口はどんどん減っていくと。まずいですね。これ非常にまずい状況です。もちろんまだ先じゃん。30年以上、今40年代か。先じゃんって思うかもしんないけど、40年、つまりみんなが50後半ぐらいかな。みんな、まあ、定年前ぐらいですね。なった時にはこういう日本になります。ね、自分関係ないってことじゃないもんね。みんなの子供にも関係してくるわけだし。そう。なので、まあだからどうしたって話なんですけど、ひとまずニュースと知識としては覚えておいてください。
で、夜間中学、皆さん聞いたことありますかね、夜間中学。ちょっとね、自分知らなかったんですよ。今回新聞で見るまで知らなかったんですが、夜間の高校って、まあ、定時制とか主にね、ありますよね。で、夜間の中学、しかも公立ね、公立の夜に中学生が学校に行くっていうのがあったんですよ。で、今もあるんです。全国に33校。これ減っちゃったんだけどね。33校今あるんですが、やっぱり不登校問題とか、まあ、いろんな外国人のね、海外の方、海外の子供のこと、のいろんなことがあって、ちょっと増やそうよって。でも国が言ってます。夜間中学。で、もともと都道府県に、その増やしていきましょうね、みたいな。今回、政令、政令指定都市、ありますね。大きな都市です。政令指定都市にも出しましたと。ちょっと夜間中学増やしていこうねっていう動きが多分これから熱くなっていて、どんどんとは言わないけど、多分増えていくと思いますので、こういうのがあるんだと。特に自分のこのね、チャンネルに関しては不登校で悩んでる子とかもね、結構いますので、そういうのがあるんだっていうのをちょっと覚えておいてほしくて。まあ、新聞にも載ってたからね、今回ニュースとして取り上げさせてもらいました。興味があったらね、夜間中学調べてみてください。で、次ですね、八村塁選手です。これ選手、NBA ですね。ちょっと自分はバスケ大好きなので、もうテンション上がりまくりましたけど。で、これ、割と大きなニュースなので、バスケ興味ないっていう方も覚えておいてください。これテスト出される可能性高いです。八村塁選手です。これはですね、この前 NBA でドラフト会議といって、つまりいろんなチームが指名していくんです。この選手が欲しいっていう。それを、指名されました。しかも、一巡目って言って、その各チームが一巡目、一人目に選んで、二人目選んでってやっていくんですけど、一人目。そう、選ばれた。7位だっけな？ごめん、7位か9位だったんだけど、つまり全体でも一桁で選ばれたんです。これ日本人初です。もう、ものすごいことなの、これ。そう、で、八村塁選手。で、チームはワシントンウィザーズっていうところなんですけど、多分チーム名は大丈夫かなと思います、テスト。体育の先生の時事問題だと危ないかもしれないけど、ひとまず八村塁選手っていうのをぜひね、覚えておいてください。これは余談ですけど、背番号も八村の8。まあ、学生時代8だったんでね、8番でございます。ラスト。ブレイクダンス。これね、ちょっとニュース離れるんですけど、自分もともとこれブレイクダンスかと思ってたんだけど、どうなんだろう。新聞がね、ブレイクダンスだったんで、まあこっちで書いたんですが、ブレイクダンスです。で、ちょっと、なんだろう、説明しにくいので、もしブレイクダンスって何っていう方は調べてもらって、YouTube で映像とかいっぱいあるんでね、見てほしいんですけど、まあかっこいいダンスです、非常に。自分高校時代、好きでね、ちょっと自分の家の前の道とかで夜な夜な練習したんでね、ウィンドミルっていう技があって確かあるんだよ。練習したんだけどね、まあできなかったっていうのはそれあったんですが、で、なんで今回ブレイクダンスを書いたかっていうと、ここの、2024年だっけな、ちょっとごめん、どこだっけな。2024年、このパリですね。ここのオリンピックからブレイクダンスが種目として採用されることが決まりました。すごいですね、ブレイクダンスが採用されると。で、他にも、ちょっとこれ見ながらでごめんね。スポーツクライミングと、スケートボード、サーフィン。これも追加競技なんですけど、これに関しては東京五輪でも始まるからね。ここから実装なんですけど、まあ、様子見てどうなるかって話にはなってるんですが、ひとまずこのパリ、2024年の夏のオリンピックでブレイクダンスが種目として、ほぼ内定という状況。だからきっとオリンピックの種目で見れるんだよ、ブレイクダンスが。っていう風になりましたので、ぜひね、覚えておいてください。では、ちょっと長くなってしまったんですが、6月の時事問題、こんな感じでやらせていただきました。まあ、ちょっと参考になったら嬉しいです。もしね、テストとかに出たとか、あとはこんなものが出ましたよなんてあったらコメント欄にぜひね、書いてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。